私この度ギターを買いました。こちらです。ブリッツバイアリアプロ2 BSG の STD、 色はワインレッドです。税込み 17,820 円、いわゆるエントリークラスのギターですね。エントリークラスのギターはもう春の季語みたいなもんなんで、今回こちら買ってみました。弦はもともと貼ってあったものから GHS のゲージはライトプラスですかね、こちらに変えてます。あとはフレットも一応こちらピカールで磨いてあります。その他のパーツ類はこれも全部純正ですね。ピックアップの高さも変えてません。このフィルムすら剥がしてないです。まあいわゆる安ギターなんですけど、こうセットネックだったり、あとペグがね、こうクルーソン風だったりで、なんか結構お得な感じはしますね。弾いた感じ結構ネック太いです。同じシリーズでレスポールあるんで、もしかしたら兼用なのかもしれないですね。あとボディはめちゃくちゃ軽いです。あとはエントリークラスっていうこともあって、このこちら紙みたいなソフトケースとテレビのコードみたいなシールドもついてました。まあ音は価格相応かなと思います。個人的には値段の安いギターが音が悪くて、高いギターが音がいいっていうことではなくて、高いギターの方が思った音を出しやすいってだけだと思ってます。そもそもね、いい音なんてのも主観ですし、ギター本体だけで音の全てが決まるってことはありえないので、初心者の人とかはね、あんまりそういう細かいところ気にせず、見た目とか弾き心地とかでギター選んだらいいと思います。あとまあしばらく弾いてればいい音っていうのは出せるようになると思うので、はい、安心してください。今回は安いギターに安いマルチエフェクターで動画にしてます。まあこのギターと、あとはボスの GT1 ですね、そちらを使って動画作ってます。まあセッティングはこんな感じです。今回の動画のギターの音は完全に GT1 だけで作ってます。ダブソフトの方では、まあ、少しパンを振って、あと一番最後にリミッターをかけてる程度なので、音に関しては全くいじってないです。やっぱ GT1 は結構歪んだ音が得意なエフェクターなんじゃないかなと思いますね。今回試しにね、 GT1 をインターフェース代わりにもしてみたんですけど、あんま音変わった感じも特にしなかったので、いつも通りヤマハの AG03 を通して LINE で録音してます。あとまあ試してはいないんですけど、このセッティングでスタジオのアンプにつないだりすると結構高音がきつくなると思うので、まあそういう時はトレブルを少し落としてあげたりとかすると、まあ、使えるようになるんじゃないかなと思います。はい、というわけでこのギターと GT1 で音を作ってみたわけですけども、まあやっぱりいつも使ってるね、バンザントのテレキャスト HX ストンプの方が俺は好きですね。
ただまあ価格の差がすごいのでちょっと比べるのもまあかわいそうかなとは思います。ただまあそれでもこの安いギターと安いマルチエフェクターでも全然遊べるし、特に演奏動画なんかも全然いけちゃうので、まあぜひ参考にしてみてください。こういう感じでまた何か取り上げてほしい題材があればコメントしてください。よろしくお願いします。以上です。